陸昭山昭規三年十二月十四日は、中国南宋の儒学者、官僚。名は旧淵、字は古生。昭山は豪。送り名は文安。武州近景県阿田の人。主記と同時代に行き、その論的として知られる。その一族はおよそ二百年間にわたり何世代もが、同居することで有名であり、時の王朝より疑問として検証された。 陸昭山の兄の陸久将、陸久霊二人も著名な学者で兄弟を三陸と称することもある。真摯に九代後地方官、中央官として経験を積んだ。四十九歳の時、新州の王天山に私塾を開き、そこで工学を行ったが、その数年後肺結核のため、よう去った。昭山の思想は、心即利という言葉で特徴づけられることが多い。 朱子学では心を生と情に分け、生こそ理であるとしたが、正山はこれに対し、心を分析してその中に、性、情や天理、人欲を弁別することを良しとせず、心そのものが理であると肯定した。正山の思想を進学と称するゆえんである。これは、低迷道の善悪みな天理という考えを敷衍したものにほかならない。心イコール理とする思想は、 心以外のものに束縛されないことを意味し、これを押してゆけば六教や孔子、もうしその人すらも、そこに、先見的な価値を置かない姿勢を導き出す。果たして正山は、六教を、皆我が心の注釈なりと述べて、権威ある六教よりも自らの心を上位に置いた、発言をしている。無論正山自身は六教をないがしろにすることは、絶対になかったが、 この考えは、後の秋夜に開花する、陽明学左派の無軌道とも思える思想を準備することになる。また13歳の時、宇宙内のことはすなわち斧が分内のこと、斧が分内のことはすなわち宇宙内のことなりと書き残しているが、ここには外的現象と心の内を同一視する傾向が見られ、成長につれて昇山はこれを進化させてゆく。すなわち昇山の思想は、 客観を主観の中へと吸収してしまう思想的性格を有する。これは主観唯心論に分類される根拠となっている。昭山自身は明確な指定関係を持たなかったが、その学徒は低迷度、社上祭と受け継がれてきた万物一体の人志に連なるものである。それはやがて秋代に至るよう陽命へと受け継がれ、陸王学あるいは神学と呼ばれ一世を風靡するのである。 正山は、朱子と全く同じ時間を生きたため、またその兄たちは、朱子と信仰があったため、しばしば手紙を通じ論争した。互いに相手の学説を非難したが、基本的には尊敬の念をどちらも抱いていたらしい。そのためか1175年に、旅祖剣の仲介によって、直接会って論ずることもあり、これが、中国思想史上、有名な、過去の会である。 趣旨が工学していた、白緑道書院に招かれ講演したこともある。昇山文集、陸昇山の文章は、昇山没後13年の開き期限年に昇山の、長子の陸持ちこれによって、初めて編集され、皇帝洋館が上書いて、文集28巻外集6巻が成立した。2年後の回帰3年、昇山の門人の高昇郎が、この文集を、 武州の軍将において創刊した。しかし、この講師官本はなお決略が多かったので、陸持ちこれが異文を集めて増益して再編し、合わせて32巻とし、家庭5年9月正山皇帝の炎章が上を書いて、後世の倉司から創業した。ありがとうございます。